はい、皆さんこんにちは、月です。今日もご視聴くださいまして本当にありがとうございます。はい、今日はちょっと草刈りの格好してきました。ちょっともう今にも雨が降りそうなので、ちょっとあの道作りより先にですね、草刈りを終わらせておこうかと思いましてやってきております。竹やぶ切った後の正面の通路のところですね。ただこのまま奥に行くと、あの廃墟の方につながっていく道になります。ここの下がかなりすごいでしょ、緑の絨毯みたいになってます。で、ちょっとこうね、上り坂になってるところがあるんですけど、そこの上まではちょっと切ろうかなと。奥に入るのはね、ちょっとやっぱ怖いので、まあまあ行ける範囲のところで、向こうの田中さんがゴミ捨てをしてるラインまで行こうかと思います。で、それよりもまだ行けたらですね、あのブルーベリーの奥側、あそこだけちょっと買ってなかったので、またちょっと竹がね長くなってます。はい、今のうちに済ませておこうかなと思います。どんよりです。いつ降ってもおかしくない。まあ、行ける範囲でやりたいと思います。よかったら最後までお付き合いよろしくお願いします。ちこって頑張っています。自分で掘り出して置いておいた切り株が超絶邪魔です。あ、この上にもね、今溜めたまんまなんですよね。もう土をちょっと洗い流してからじゃないと運べなくて、ここに置いたまんま、もう結局そのままです。重たいな、おなんのって。また片付けないか。
だな、バッテリー切れちゃった。ちょっとじゃんじゃん先に行こうかな。アイロンコードが切れた。あ、またまたよ。今日も楽しんさんの使い残し、キリマルさんの静音タイプ四角ですね、切れ味持続。さあどうか、どうかしら。ちょっと細いな。 2.4 ミリですね。ちょっとちっちゃいね。いっぱい巻けるかな。だいぶテンポよく巻けるようになってきた。ほんとロスが少ないからね。
バッテリーあと1。どうやろうか。よし、雨が降る前じゃん。あー、すげー中途半端、気になる、あそこ嫌になっちゃう。はい、バッテリーが足りませんでした。残念。一番の目的はですね、この裏から歩いた時の、最近またブルーベリーをよく見に来るようになったので、このラインですね、ここがとりあえずすっきりすればいいなと思ったので取り急ぎです。で、下もですね、新芽を切らないように、ここがすごい新芽がいっぱい増えてる。一番、少ない、ちっちゃかったやつですね、ちっちゃかった枝のその隣、すごい多い。いや、一番多いよ、めっちゃ出てる。この辺をね、切らないように気をつけて。で、この一番ちっちゃかった枝もだいぶ大きくなったし、新芽もちょこちょこやっぱ下から出てきてくれてます。いいね、いいね。で、奥2本は一番大きい、大きいんですけど、やっぱ下に垂れ下がってきてて、火が入らないんじゃないかな。だからね、新芽は割と少ないです。だから、やっぱちょっとあっちは剪定せない感じですね。具現化して。まあ、とりあえず、足元がね、すっきりしたからいいんじゃないかな。今度ね、こっちの広いところを買った時に、残りを、あっこだけやりたいと思います。はい。こちらが最初に草刈りしたところです。もしゃもしゃの緑の絨毯が、刈り揃えられたって感じですかね。すっきりしたんじゃないでしょうか。はい、よかったよかった。ここね、こう切り株をね、ずっと放置してるのがやっぱいかんな。邪魔。こう土をちょっと落としてからなんか運べなくてですね、ゴミにも出せないんですよね。一時置いとけば雨でなくなるやろうと思ったけど、なんがなんが、まだまだ重たいです。固まっちゃう。高圧じゃないと、土流せんな。しょうがね。あ、向こうの方までですね、すっきりした。さあ、楽しいさんがゴミをね、してくれてるので、奥は草がそんなに入ってなかったから、もう大体です。あ、まあ上等じゃろ。はい、中華で、やっぱ草刈りの時はここで閉めてるから、空調服が、風がね、上まで上がってこない。あ、でも腰回りがね、涼しかったから、このぐらいの曇りの天気やれば、やっぱ活躍してくれる。体力残ってます。いやー、微妙なとこでね、刈り終わってしまいましたけども、また次じゃろ。もう本当にバッテリー2個がちょうどいい。だからね、楽しいさんに1個このバッテリーを追加で買ってもらおうかなと思ったんですけど、まあ割といい値段したんですよ。なんでやっぱいいわって、2個で終わるぐらいで私はちょうどいいって。体力も残るし、そこまで丁寧に枯れるって。それ以降なると多分もう適当になっちゃう、疲れてって。で、体力バテバテやから2個でいいわっつって
2個でできる範囲でやるのを細々とやっていきたいと思います。なんでちょっとね、ゆるゆるな内容になっておりますが、よかったらまたお付き合いいただけると嬉しいです。というかで今日はこの辺で終わりたいと思います。また明日の動画でお会いしましょう。バイバイ。見事に降り出しました。まさに片付けが終わったところ、バッテリーやらを倉庫に入れたところでした。神様見ちょってくれたっちゃありがとうございます。お疲れさんでした。